どうも、木俣俊太です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回は俳優としての脚本読解の磨き方というテーマでお送りしたいと思います。僕は以前芸能事務所でマネージャーをしていたことがあって、今回の動画でもその頃の経験から皆さんにお伝えしたいことをシェアさせていただけたらと思います。芸能界の様々な情報を動画にしておりますので、ぜひチャンネル登録もしていただけたら幸いです。はい、というわけで今回は俳優としての脚本読解の磨き方というテーマでお話しさせていただけたらと思います。早速本題に入っていきたいんですけど、俳優としての実力を高めていくために必須なのが脚本の読解力です。よく言われていることとしては、いい俳優になりたいのなら脚本は年間30冊は最低でも読むべきで、脚本をたくさん読んで読解力を磨いていけば芝居の質は必ず変わるということです。自分が次に参加する作品の脚本はもちろんですけど、そうじゃない作品の脚本も時間が空いた時に読んだりすることはとても大事です。じゃあどんな作品の脚本を読むべきかなんですけど、どんな作品の脚本も勉強になるとは思うんですけど、特に自分がこの人のお芝居上手だなって思う人が出ていて、作品もなるべく日常に近い応用性のあるもので、かつ分かりやすいものじゃなくて少し難解な作品の脚本がいいんじゃないかなと思います。映画と脚本どっちから見るべきかっていう、その順番に関しては決まりは全然ないんですけど、個人的にはまず脚本を一通り読んでから実際その映画を見てみて、出演者の方々がセリフや手書きをどのように表現されたのかを注目しながら作品を見てみるのがいいんじゃないかなと思います。次に脚本をどのように読み進めていけばいいかなんですけど、まずこの作品がどんなことを表現しようとしている作品なのかを考えながら読むことが大切だと思います。読んでいる脚本が自分が次に参加する作品の脚本なら、その作品のメッセージを視聴者または観客に伝えるにはどのように演じればいいのかっていうことを考えながら読むことが大事です。自分が演じる役にしても、役の気持ちが自分と同化するぐらいに、演じる役が心から理解できるぐらいに何度も何度も読み込めば、より見ている人に伝わる芝居ができるようになると思います。脚本読解で注意すべき基本的なこととしては、わからない漢字に読み仮名を振るのはもちろん、出てくる用語の意味を調べたり、その物語の時代はどんな時代だったのかっていう、その時代背景なども調べておくようにしましょう。脚本を読んでいて気づいたことだったり、調べてみて分かったことはその都度脚本に書き込むようにするといいと思います。他に脚本に書き込むべきこととしては、それぞれのシーンで示すべきことなどですね。なぜなら前編の中でそのシーンの役割、つまりどんなことを伝えるためのシーンなのかを深く理解することは、自分がそのシーンを演じる上ですごく大切だし、そういう意識を持つと脚本の読み方や映画の見方も全然変わってくるからです。それと、ある一つのシーンを演じる上でのヒントは大体その前後のシーンにあったりするものなので、そういった各シーンの関係性について考えることも脚本の理解を深める上で大切だと思います。他にもシーンの中の転換点とか、もしくは物語全体の転換点はどこかを明確にすることも大事ですね。その転換点を明確にするヒントとしては、役の感情が大きく動いたきっかけは何かっていうことを考えると転換点が見つけやすいと思います。よくオーディションの課題では役の感情が明確に変化するシーンが課題として出されることが多かったりしますが、そういう時でもこの課題のシーンで流れが大きく変わるのはどこだろうと、つまり役の感情が大きく変化するのはどこだろうっていうことを考えて、そこの変化をちゃんと演技で示すことができると、あ、この役者さん分かってるなと思ってもらいやすいと思います。脚本読解をしていく上で他にやると効果的なこととしては、登場人物それぞれがどんな人物なのかを箇条書きで書き出してみたりとか、セリフにしても例えばなぜそういう言い方をしているのかだったり、点点点で表現されているその間の意味を考えて当てはまる心の声を書き込んでみたり、そうやって読んでみて気づいたことをどんどん脚本に書き込んでみるといいと思います。プロの俳優さんも皆さん脚本読解はすごく力入れているそうで、これは映画100円の恋やドラマ全裸監督などを撮られた映画監督の武正治監督がおっしゃっていたことなんですけど、映画100円の恋の現場で安藤サクラさんの台本を見せてもらった時、安藤さんは他の役の掘り下げまで書かれていて、脚本は書き込んだ文字でびっしりだったそうです。やっぱり活躍されている役者さんはそれだけ脚本読解に力を入れてるんだなと、そのエピソードを聞かせていただいた時は思いましたね。なので皆さんもですね、ぜひたくさん脚本を読んでみて、俳優として非常に大事な脚本読解力を身につけてもらえたらと思います。脚本読解に関しては芝谷優さんをゲストにお招きしたこちらのサムネイルの動画でも詳しく解説させていただいているので、そちらも合わせてご覧いただけたら嬉しいです。というわけで今回はこの辺にしようと思います。これを見てくださってる皆さんが役者としてさらに活躍していってもらえることを祈っています。
これからも皆さんに役立つような芸能の情報を発信していけたらと思いますので、もしこういった情報に興味があるよという方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックもよろしくお願いします。今回の内容何か参考になる部分がありましたら Twitter などでシェアいただけると嬉しいです。メンションつけてもらえたらリツイートしに行きます。あと、もしこういうことが知りたいということがあれば、それについての動画も作れたらと思うので、コメント欄にご記入いただけたらと思います。またこのチャンネルのメンバーになってくださった方には、オーディションに送るプロフィール用、もしくはご自身の SNS 掲載用の宣材写真の撮影や、月に 2,3 冊の映画の脚本を配布、毎月違う映画監督を講師にお招きして行っているメンバーの方限定の演技ワークショップの実施、映像資料の作成のお手伝いなど様々なサポートをしておりますので、そちらもご興味あればぜひ概要欄のトップの URL からお入りください。動画を最後まで見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。